ぱりいまいちね。どうしたものかしら。へいへい、美少女が物憂げな顔しちゃってどうしたん？うちらにちょっと話してみ。ちょっとふか、なれなれしいってば。二人とも相変わらず仲良しね。シノさん、こんにちは。ごめんね、いきなり。うん、気にしないで。ちょうど一息ついたところだから。それで、なんか考え込んでるみたいだったけど、一体どうしたのさ？実はここ最近、狙撃の調子がいまいちで、それについて考えていたところなの。え？シノンさん、調子悪かったの？戦闘で一緒になっても、相変わらずの凄腕だったと思うんだけど。どんなに遠くから撃ってもしっかり当ててたもんな。それって気のせいじゃね？みんなに気づかれるほどじゃないならよかったけど、調子が悪いのは間違いないわ。ほら、狙撃ってちょっとの違いがすぐに影響するでしょ。だから自分に何か変化があったらすぐわかるのよ。ほーん、基本的に何でもぶっぱな私には繊細すぎる世界でわからん。私はちょっとわかるけどな。なんか動きが悪いなって感じの時ってあるよ。こう、キレが悪い感じ。なるほど、そういうもんなのか。そうね、キレが悪いって言い方はすごく合ってると思うわ。もしかしたら気づかないうちに疲れが溜まってたのかも。あー、そうだよな。ここ最近気張ってばっかだもんな。そりゃ疲れて調子も落ちるわ。よっしゃ、ここは同じ GGO プレイヤーのヨシミでなんとかするっきゃねえな。うん、そうだね。私もシノンさんに気持ちよく狙撃してほしいし。二人ともありがとう。そうね。だったら、二人は調子が悪いとき、どう対処しているのか聞かせてくれる？私だったら、そうだな、寝るとか、なんか食べるとか。武器をめでる。え？武器と心が離れてると、調子がいまいちになるんだよ。そういうときはね、ちゃんと武器と向き合うのが大事だと思う。具体的に言うと、撫でたり話しかけたりするのがいいと思うな。そういうものかしら。ちゃんと可愛がると武器も喜ぶと思う。ほら、調子がいい時って武器の声が聞こえてくるでしょ。いや、聞こえない。え、ないの？おしゃべりしてるの聞こえない？だからないっつーの。シノンさんは？ないかもしれないわね。そうなんだ。でも声が聞こえるかどうかはともかくとして、武器と信頼関係を築くっていう見方は素敵だと思うわ。まあな、命を預ける大事な相棒なんだし、ちゃんと愛情を持っておかないとな。シノンさんは愛用してる銃に名前はつけてないの？名前？特につけてないけど。おいおい、そいつは武器が寂しがってるぜ。ちゃんと名前をつけてやんのは大事だぞ。うん、名前大事だよ。武器に名前。ここは一つ、武器命名の先輩としてうちらが名付け親になってやるべ。ってことで、まずはレンからどうぞ。スーちゃん。すごくシンプルね。えへへ、スナイピングのスから取ってみました。おいおい、ピーちゃんとあんま変わんなくね。やっぱ名前をつけるなら可愛さと愛着が持てる感じが一番っしょ。ってことで、スナ太郎。とっても個性的ね。だろう。これはな、スナイピングのスナと名付け親である私をもじって可愛くしてるんだわ。わかっちゃう？シノンさん、スーちゃんとスナ太郎とどっちがいい？そうね、どっちも魅力的だからすぐには決められないかも。だから二人の気持ちはありがたく受け取っておくわ。しっかり悩んで決めてくれよな。でも、武器をめでる、つまり大切な気持ちを持って接するというのは参考になったわ。休憩も兼ねて武器をしっかりメンテナンスしてみようかしら。そういえば、私も最近はピーちゃんをめできれてなかった気がする。
私もこの頃、右田と左子のメンテしてないわ。じゃあせっかくの機会だし、3人で一緒にメンテナンスをしましょうか。うん、そうしよう。やろうやろう。ふうかさんを蘇らせる？それができれば、いくつかの問題が一気に解決するのは確かでしょう。しかし、可能なのですか？いえ、もちろん、そのような術の存在する世界があることも知ってはいますが。今のところ、ここでは蘇生手段って見つかってないよね。どうしてそういう話になったの、お兄ちゃん？まず説明を聞いてくれ。ネジ、頼む。はい。私、一つ気になっていたことがあるんです。皆さんは不思議に思わなかったでしょうか？この世界で命を落としたプレイヤーの人たちは、アバターが消えず、残り続けます。でも、風花さんのは跡形もなく消えちゃったよね。確かに。この世界の断りについては、不確かなことが多いですから。あまり深く検討せず来てしまいましたが。ただ普通に考えればアバターが残ってるより完全消滅してしまった方が、その望み薄じゃないかな。蘇生魔法みたいなものがあったとしても対象が消えてしまってるんじゃ試すこともできないし。はい、私も最初はそう考えていました。でもあの子が消える間際に口にした言葉を思い出したんです。風花は言いました。おまじないをかけたって。おまじないとは何だろう、一体何に対するおまじないなんだろうと考えていて、ある時ピタッとパズルのピースがはまったような感じがしたんです。俺たちにとって大きな問題はガラクシアのシステムがロックされていること。それの解除キーが夏ヤギ風花の脳波正門になっていること。つまり風花さん本人の協力がないと解除できないってことだね。システムをロックした理由は分かりませんが、あのガブリエルに対抗するための手段だったのなら、他のプレイヤーの皆さんを永遠に巻き込んだままにしておくつもりは風花にはなかったはずです。一方、ガブリエルに狙われている以上、殺されて身動きが取れなくなる可能性は常にありました。だからこそのおまじないだったのではないかと。具体的には、もし風花が HP を全損するようなダメージを受けた場合、アバターをその場に残さずどこかに転送させるという仕掛けをあらかじめ施していたんじゃないかと推測している。確かに倒されると拠点へ転送ってシステムは ALO にもあるけど、それだけだとガブリエルの能力は防げないんじゃない？ほら、死の実感や恐怖を与えるからリアルの精神の方が危険かもって話だったよね。あらかじめそれが分かっているなら、恐怖に蝕まれる前に自ら意識をブラックアウトさせて回避するとか。なるほど、そっか、ガラクシアのシステムを利用すれば可能なのかも。二人とも、できればもう少し理解しやすい言葉で説明してもらえると助かるのですが。ごめんね。天命がつきそうになった時、仮死状態になり転送されることで敵から逃れようとしてたんじゃないかってことだ。なるほど、ある種の死は受け入れて復活への道筋は残しておくということですね。だとすると体が残っていないことにも説明がつきます。はい、つまりそれが風花のおまじないなんじゃないかって。おそらくそれはあの子にとっても非常手段で、自身の復活は誰かに委ねないといけなくなります。それを私たちに託したと。だから最後の手がかりを手に入れた時、その方法がわかるようになっているのでは
と思うんです。でもその何の保証があるわけでもないんですけど、都合良すぎる考えでしょうか。いえ、当てにする価値はあるでしょう。蘇らせた上で話し合い、きちんと手を組むことができればそれが一番いい。事情を全部教えてもらえればガブリエルに対抗する手段も見えてくるかもしれないしね。ま、その前に手強い敵を倒さないといけないんだけど。最高司祭様、何人かで先行偵察に行ってたんですよね。どんな敵でした？さて、どう表現するべきかしら。勝手に利用されて忌々しいというか、複雑な気分ね。坊やとアリスちゃんは知ってる相手だと思うけど。ん？ああ、もしかしてアンダーワールドの魔獣の類なのか。行けばわかるわ。ま、どの道戦う以外に道はないんだし。見たこともない奴だった。軽く威力偵察したが、銃弾の一発や二発では聞いたようには見えなかったな。多分防御力も高いと思うんですけど、それ以上にその攻撃されるととても痛そうな形してました。痛そう？見るからに切れ味が鋭そうというか。自分の目で確認してみなさい。そこから姿が見えるわよ。キリト、あれはセントラルカセドラルソードゴーレム。行くよ、ピーちゃん。よろしくね。リードなら負けないよ。助力をお願いします。で、置いていかないでくれよな。リロードしなきゃ。
リロードするよ。どうにか撃破った。しかしよ、妙な形のモンスターだったな。ああ、キリトはソードゴーレムとか呼んでたが、 SAO でも ALO でも目にした記憶はねえな。どっかのゲームから引っ張ってきたのかね。剣を寄せ集めて作った感じか。デザインしたやつは随分とおかしなセンスしてやがるよな。そうかしら。絶大な攻撃力を象徴する洗練された姿だと思わない？私は気に入ったのだけど。まさにおっしゃる通りですね、クイネラさん。暗い。お前ってやつは。何か思うところはないのか。今倒されたソードゴーレムに？ないわね。そもそも先ほどのは形を写し取っただけの模造品。愛着があるわけでもないし。それともあれについては両親の呵責や後悔があるとでも言ってほしかったのかしら？いや、何か思ってたとしてもあんたは絶対口に出したりしないだろうさ。そういうことね。それより私に絡んでいるような暇はあるの？あ、そうです。最後の手がかりがドロップされてるはず。前回までは目の前にドロップしてたよな。どういうこと？もしかしてこいつはたまたま現れたボスキャラで風花が用意した守護者じゃねえってことか？かもしれないな。となるとまた探索からやり直すことに。あのどうした、ネージュ？皆さんには見えなかったんですか、今の光景。今の光景？なんだそりゃ。ふむ。自分自身が現れ一言だけ告げて消えたと。はい、勇気をって。特定の相手に対して映像が再生されるよう
あらかじめ設定されていたのだろう。おそらく風花君によるものだな。ただ残念ながら心当たりはありませんし、意味も意図もわかりません。他に風花の残した手がかりらしきデータは見つからなかったんじゃな。ああ、だから守護者を倒した報酬は明治の見た映像だけだったってことになる。4体の守護者は全て倒したわけだし、おまじないがうまく機能していたのだとしたら、この瞬間どこかで風花さんが生き返っているという可能性は考えられますよね。うむ、引き続き探索は続けておるが、ただもしそうであるのなら、そのことをネイジ君へのメッセージの中で伝えているのではないかな。謎めいた一言だけで済ませるのは腑に落ちない。確かに。ネイジュちゃんに何か変化はあった？情報を思い出したとか、新しい能力が目覚めたとか。いいえ、何も。こんなのおかしいです。ガラクシアのシステムにアクセスするためには風花の協力が必要不可欠で、だからおまじないとは殺された風花を取り戻すことであるはずなんです。ここで行き詰まるはずがない。何かが足りないんでしょうか。風花を蘇らせるためにはまだ別に満たさなければならない条件がある。それとも私はどこかで間違えている？システムの解析やガブリエルへの対策についてはわしらの方でも知恵を絞って進めておる。また探索でさらに新たな何かが見つかるかもしれん。焦って自分を追い詰めるものではないぞ、ネージュよ。はい。先ほどから考え込んでいるようだが、何か思いついたことでもあるのかな、キリト君。あるといえばある。でも口にするべきではないと思っている。あるいはどう口にすればいいのかわからない。いえ、多分その両方かしら。よくわかるな。長くて深い付き合いですから。どうあれ言葉を惜しんでいる場合ではないと思うがね。何か意見があるなら拝聴したいところだ。多分あんたならどんな言いにくいことでも残酷なことでもきっぱりと口に出せるんだろうな。でも俺はあんたじゃない。迷ったり回り道をしながらじゃないと前に進めないんだよ。なあネージュ。はい。俺は特別強い人間じゃない。怖いことがあれば腰が引けるし逃げ出したくなる。でもな、そういう自分の弱さを自覚することで強くなっていけるとも思ってる。キリトさん、それは一体どういう。彼女風花が何を考え何を意図していたのか説明できると思う。ただそれは君の望む答えじゃないかもしれない。それでも聞くか。聞きます。聞かせてください。わかった。まず守護者を倒して手に入れた3つのドキュメントファイルについてたけど。え、何？外からか。こうしてみると見慣れた景色なんだがな。本物のエール王じゃねえってのが妙な気分だぜ。なんかリラックスできねえってかよ。一応見張り番なんだからリラックスしてたらまずいでしょ。そうですよ、集中してくださいクラインさん。いや、わってるって。まあそろそろ何か進展があってほしいところよね。今手がかりをカーディナルさんたちがいろいろ検討してるんですよね。何かわかるといいんですけど。うん、さ
っさと元の世界に戻りたいってのもあるけれど、風花がいなくなってからネージュちゃんが思い詰めてるみたいで心配なのよね。キリトがついてるからちゃんとフォローしてるとは思うけどさ。キリトさん不思議とそういうのは上手ですからね。ちょっと複雑ですけど。俺たちは俺たちでできることをするしかねえよな。探索組が戻ってきたら交代して。あ、ピナどうしたの？ねえシリカ、あそこ、モンスターものすごい数。いや、それだけじゃねえぞ。あれは。おい、大変だ！あいつがここに来やがった！え？もしかして、風花が帰って…ちげえ、ガブリエルだ！あの野郎がモンスターの大群を引き連れて攻めてきやがったんだよ！恐怖によりモンスターを支配しているというところかな。ダークテリトリーの支配者、皇帝ベクタというユニットの特性を生かした戦術というべきか。いずれにせよ時間切れのようだ。どうするね、キリト君。カーディナル、あんたはさっきガブリエル対策を進めてるって言ってたけど、それはすぐに動かせそうなものか。いや、残念ながらまだ構想と試行錯誤の段階じゃな。そうか、仕方ない。俺が外に出て出迎えるとするか。キリト君、まさか一人であいつと戦おうなんて考えてないでしょうね。いやいや、いくら俺でもそこまで無茶はしないよ。ならどうするつもりじゃ。何か他の手立てでも思いついたか。考えはなくもないけど、正直今すぐどうにかできるわけじゃない。だからまずは探索に出てるメンバーが戻ってくるまでなんとか時間を稼いでみるさ。